最新の講義が最良の講義、加藤ゼミのある入門講座担当高野康平です。今日はですね、過去問を覚えるということでね、例えば大学受験や、あるいは大学入った後の学部試験で、それから場合によったらその運転免許のね、試験とか、その他いわゆるその各種の資格試験ですよね。でそして、司法試験だとか、その予備試験っていうもの、こういったいわゆるこの試験対策ってものをしていくときに、その一般的にはね、そのやっぱ過去問対策っていうんですかね、受験対策としてその過去問を検討するっていうのがね、定番というか、鉄板としてですね、進められるということになります。ただその過去問をどうやって扱うかっていうことについてはね、これはやっぱりその試験の性質によって、随分違ってくるので、この点注意をしなければいけないんじゃないかっていうことなんですよね。で例えばいろんな試験の中でもいわゆるその暗記型の試験ですよね。例えば自動車の運転免許の試験なんかではですね、いわゆる様々なその交通ルールについてのね、知識が問われるわけですよね。でそういう時はですね、例えばその教本っていうか、教本じゃないな、問題集があるのか、で自動車教習所とか行くとね、はい、これちゃんと覚えておいてねといって問題集とか渡されてね、その中から実際にですね、試験が出されると、いうことは、試験の問題が出されるということになる。でそういう時にはですね、やっぱりその問題文と、それから時々ね、引っ掛けがね含まれているので、その引っ掛けに注意しながらある程度答えを暗記していくってことになると思うんですよね。例えば信号で赤は止まれ、青は進め、丸か×かって言われたらこれ罰ってことになるわけですよね。これ実は引っ掛けがちょっと入ってたわけですよ。確かに赤は止まれなんだけど、青は進めではなくて進んでよしなんですよね。だから青だからといって絶対前に行かなきゃいけないわけではないので、青は進んでよしなので、進めっていうことになるとこれ罰だよっていうのが引っ掛けだったりするんで、そういったことをね、いちいちこう覚えていくということになるわけですよね。あるいは同じような問題が繰り返し出されるという試験ですよね。この辺は学部や、あるいはその担当される先生によっていろいろ違ってきますけども、学部試験なんかですとね、先生の試験はいつもこれとこれとこの問題出るんだよね、繰り返し出されてるんで、そのうちの、どれかが出されるんで、例えば先輩などからね、ノートとかもらってですね、それを覚えておきゃいいんだよみたいな、そういうね、試験であれば、要は早い話、問題とそれに対応する答え、これをね覚える、であるいは場合によったら暗記をしておくということ、これで十分対応ができるということになるわけですよね。でしかし、いわゆる司法試験や予備試験というのは、そういう答案や答えを丸暗記したからといって対応ができるわけではないということになります。つまり、司法試験なり予備試験というのは論文試験にしろ、あるいはその担当式の試験にしろですね、常に初見というか初めての問題が出されると。確かに似たような問題が出されるってことはあるんですけども、やっぱりそのね、具体的にはいろいろと違うところがあるので、過去問をね、こう全部覚えたから、それを吐き出してね、合格答案が書けるってわけではないし、担当試験なんかでもですね、一個一個の足を全部ね、丸バツを覚えたからといって、それで合格ラインに達するとは限らないということになるわけですね。常にやっぱり事実が違ったりしていくので、同じ規範を使うにしても、同じルールを使うにしても、やっぱりその当てはめる事実が違ってくれば、当然導かれる答えっていうのも違ってくるわけですね。ですから、この司法試験や予備試験というのは、そういう答案の丸暗記や一個一個の足について丸バツを覚えていっても、必ずしも合格ラインに達するわけではないということですね。つまり重要なのは常にその場で考えて答えを導き出させているということなんですよね。覚えたものを吐き出させる試験なのではなくて、その場で考えて答えを導かせるんですね。それが問われる試験なんだということになっているわけです。ですから、この司法試験予備試験に対応していくためには、何か過去問を全部覚えましょう、あるいはその答案を全部覚えましょうということではなくて、その問題を解くために必要な、その基礎となる知識ですね、これはもうある程度記憶していかなければいけない、ですね。でその上でその、解き方
を学び、そしてそれを実際に過去問などを使ってこれトレーニングをしていくということですね。これが必要なんだということになっていきます。ですから、いわゆるその過去問の答えや答案を覚えるっていうのは、必ずしもそれで十分というわけではないということなんですね。ただ注意が必要なのは、じゃあその司法試験予備試験ってのは別に覚えるものはないのかといったら、そういうことではないです。今もちょっと言いましたけども、やっぱりその具体的な問題に、ね、法を解釈適用して、答えを導き出していく。でその適用すべき法ですよね、これについてはやっぱりある程度暗記っていうかね、理解をした上でちゃんと記憶をしておかなければいけないということになる。ですから、試験では法律の試験で結構重要なのはやっぱり定義と呼ばれるもの、それからさまざまな条文の趣旨、これは解釈をしていく上でね、必要なんで、趣旨ですね。それから要件ですとか、場合によったらその重要な判例の理屈っていうんですかね、基本的な考え方ですよね。さらにはいわゆるテクニカルタームというか重要なキーワードありますのでね、そういったものはやっぱりこの覚える努力ですね、これはもう絶対必要なので、司法試験予備試験はその考え方が問われる試験だから、それは確かにその通りだけど、しかし、何も覚えなくていいというわけではないんだということですね。ですからしっかり覚える部分と、それから考えればいいというか、考えなければいけない部分というものをね、きちんと分けて、覚えるべきものはね、やっぱりきちんと覚える努力をしていく、ね、やっぱりこの覚える努力をちゃんとしないと、それを使いこなすこともできませんのでね、従いまして、今日の話ですけども、答案を丸暗記してもダメだけども、ただ、重要なパーツですね、その答案を書くために、必要なそういうパーツはね、ちゃんと理解して覚えていきましょうというね、そんな話をさせていただきました。またですね、何かテーマがありましたらお話をしたいと思います。勉強の方もですね、頑張ってください。